今回はインフレ対策として備蓄などの準備を急に始めてしまうとインフレの原因の罪をかぶせられ逮捕されてしまうトルコの件オーストリアで流行り病の接種を受けていないオーストリア国民を取り締まるためだけに人を年収500万円で雇っている件日本がその点人権を守っているというお話世界の金融システムの崩壊の驚くべきシミュレーションについて今回は見ていきます。 インフレの防衛策として備蓄用に急いで買い溜めしようとしますと犯罪者になってしまう世界が現れてきています。トルコ議会に提出された法案は食料などを買い溜めする人は犯罪となり罰金7000ドル約80万円から14万4000ドル約1600万円を支払わなければならない罪に問われます。トルコでプレッパー 大災害や経済の崩壊、戦争などに備えて食料を備蓄したり準備している方々のことを示すこのプレッパーの行動が犯罪に次はあなたの国でしょうか準備しようとすると犯罪になってしまう日本では考えられない世界ですトルコ国内ではインフレが急速に進みハイパーインフレの一歩手前まで来ていることはご存知の通りですそして法定通貨のリラが崩壊しつつもありました もちろんトルコ国民もそのことを認識しています。人々は自分たちを守るためにディーラーから離れ、暗号資産、仮想通貨にのめり込もうとし始めていました。そのさなか、トルコ政府は2021年4月30日、仮想通貨を支払い手段として違法としました。 これは仮想通貨による修復不可能な損害を受けることを防ぐためでした。とボラティリティと取引リスクの可能性を国民から守るという理由で仮想通貨と暗号資産の使用と購入を禁止しましたトルコ中央銀行は仮想通貨がいかなる規制や監督メカニズム中央規制当局の対象でもない理由で国民から取引リスクを除くことが目的と理由を述べていたことは皮肉となってしまいました。それは結果的に、 国民の価値の保存の機能で守ってくれたはずの仮想通貨を所有することができず結果的にリラの暴落に巻き込まれたからです自国の通貨を破壊する過程にある当局者たちの論理は楽しいねえと皮肉を言っています仮想通貨は中央集権的な現在の俯瞰通貨に対するアンチテーゼで分散化なされているものですがトルコにおいて仮想通貨は非合法ですまたトルコ人がベイドルやユーロなどの俯瞰通貨に換金することは事実上不可能であり 両手が縛られている状態です。では、トルコの人々としてはどうするのが自然な対応でしょうか考えても見てください。もし皆さんの国がハイパーインフレに見舞われていて、俯瞰通貨は無価値。他国の通貨への換金は不可能なまでに規制されています。暗号通貨は禁止。食料の価格は27.1%上昇している状況です。皆さんならどうしますでしょうか貯金の価値が消えていくのをただ見ているだけでしょうか家族が困り、 お腹を空かしている姿を見過ごすつもりもないでしょう。だから価値のあるものにお金を預けるのが賢明だと思うかもしれません。金や銀にしておくのはそういう理由からです。米国のプレッパーが銃や道具、装置などのギアを投資として押すのもこのためです。これこそがトルコの人々がやり始めたことです。そうです。トルコのプレッパーたちの犯罪化が始まりました。トルコの人々は有形のもの、実物のものに目を向け始めました。彼らはこれから起こること。 つまり事態が悪い方向に向かうことを察知し、急いでそれに備えようとしました。そして皮肉な名前の法制発展とトルコの政権与党はトルコ議会に法案を提出し、それは食料などを買いだめしている人たちに対して、7000ドルから14万4000ドルの罰金を課すよう求めた法案が提出されました。これがプレッパー。 インフレ対策を講じる国民を犯罪者扱いするための第一段階でした51名のトルコ人が新車を買い占めしたとして警察に逮捕されましたトルコのメディアはインフレ対策として人々が新車に投資していると大々的に報じたのですこれが脅威とみなされましたこの51名は販売店の在庫を減らし価格の上昇を招いたと非難されましたトルコの政権与党 公正発展党が中央銀行システムをいじくり回していることが原因であるはずはないインフレが国を揺るがすのは市民のせいに違いないというこじつけですですから政府の全体主義的な方向性を止めなければなりません個人の自由を認めない統制されるべきと考える全体主義をですさもなくば急いで準備しようとするとこじつけで犯罪者にされてしまいますプレッパー準備する者の,の犯罪化はインフレ戦争と重なっています ハイイパーインフレに揺さぶられたベネゼーラの例を見てみます。共産主義的な政策によって基本的な商品が20%不足した後、ルイサ・オルテガ・ディアス司法長官は日常生活の必需品を買いだめするものを標的にするよう検察官に呼びかけましたつまり切羽詰まって急いで自宅にお米を備蓄しようとしても安全ではない社会が地球の反対側に出現していました 日本政府も推奨している防災備蓄。今の状況ではピンときませんし、微塵も考えられませんが、憲法改正の折、緊急事態条項が追加されればですが、新憲法の下、法律が制定され、もしもの緊急事態においては、法制上は可能とはなります。まるで遠い話のようですが、このような誹謗中傷は米国内でも見受けられます。昨年、米国のマスコミが、物を溜め込む人と見なした人々を一斉に批判しました。 買い物かごに缶詰を入れすぎてませんか米国のマスコミによれば買いすぎの買い物ゴを持つあなたは公衆の面前で恥をかくに値するというのですその頃、ニューヨークに住む男性が N95 マスクを買いだめしたとして捜査官に自宅を襲撃されマスクを没収される事件がありました彼はこれらのマスクを全て購入していました盗品ではありません転売目的とも取れません 合法的に彼の所有物だったのに没収されたのです。マスコミに洗脳された人々は、あの人たちを何とかしないと、というように誘導され、近い将来、どんな政策でも国民の支持さえあれば、それを正当化することができるという例になりました。個人的な備蓄を増やすことは、まさに私たちがしておくべきことなのです。買い占めが犯罪となってしまう前に、手遅れになる前に準備するのです。 日本では現状それは考えられませんが法制化してしまう前に準備しろとアドバイスしています次に何が起こるのでしょうかトルコは炭鉱のカナリアハイパーインフレに近い高インフレちなみにこれは全て政府の政策によって起こりました必要な商品の圧倒的な不足政府にひざまずかなければならないほどの政治家からの独立を一切禁止準備する者たちプレッパーの犯罪家 トルコで起こっていることは単にこの有害な政策の最初のケースなのでしょうか。米国ではすでに広範な物資不足、そして高インフレ、これまでに経験したことのない事態となっています。次は米国が備蓄の準備をしようとするプレッパーを犯罪者扱いにするのでしょうか。いざ備蓄しようという時に購入できないトルコのようになるのでしょうか。日本の未来は米国に続くのでしょうか。トルコの例は自由が制限され、 全体主義的な流れを予兆するものです。次の例はどうでしょうか。オーストリア政府は接種の拒否者を追い詰めるために人を雇っている。オーストリアのリンツ市は人口20万人の都市。受けた人の比率は63%と比較的低くなっています。この比率を上げるため、リンツ市は今、受けていない人を追い詰める目的で雇いたいと考えているとメディアは報じています。民間の警察官のような検査官の役割は 予防を受けていない人が本当にお金を払っているのかをチェックすることです。この受けていない人々を見つけ出す仕事は2774ユーロ約36万円の賃金が支払われ年に14回年収は38863ユーロ約500万円以上になりもらえるならいい仕事だと記事にはあります。この仕事にには特に 刑罰の命令の書類作成だけではなく、不服申し立ての処理も含まれるとのことで、検査官の労働者には柔軟な対応と多くの残業をする意思が必要とのこと。この仕事はオーストリア国民にのみ応募資格があり、もちろん接種を受けている必要があり、もしくは完治していることが条件となります。ちなみにオーストリアでは受けていない人は、新しい行政法の下で1年間投獄される可能性がある厳しい刑罰があります。 2月までに受けなかったオーストリア人は最高7200ユーロ、約93万円の罰金に直面し、支払いを拒否した人は12ヶ月の実刑判決もあり得ることになる重い刑となります。日本では考えられない事態が進行しています。そもそも日本では憲法を改正し、緊急事態条項がなければできない政策です。このオーストリアの状況に対して、日本はというと、他の先進国から自由で羨むべき社会と言われています。 日本政府国民に伝える流行り病の接種を受けていない人を差別するなと他国の主要国が接種を義務化しているにもかかわらず日本政府は国民にししててていないいいいなな人を差別してはいけないと言っています。主要なマスコミにはもちろん報道されていませんが驚きをもって一部には報じられていますドイツはオーストリアに続いて義務化しそれでも拒否する人にはエスカレートする罰金と最終的には実刑判決が下される予定です しかし、日本は全く異なるアプローチをとっています。受ける受けないは完全な同意のもとにのみなされるべきであり、強制や脅迫の道具として使用されるべきではないと主張しています。厚生労働省のホームページには次のような告知が掲載されています。国民の皆様にお勧めするものですが、強制ではありません。情報提供の上、同意があった場合のみします。予防の効果と、 副作用のリスクの両方を理解した上で、ご自身の判断でお受けください。同意のないことは行いません。職場や周囲の人に強制したり、受けていない人を差別したりすることのないようお願いしますとあります。首相官邸のホームページにも同様の文言があります。一方、オーストリアでは政府は文字通り、受けたくない人を炙り出すために人を雇っています。そして社会学の博士号を持つ研究者のノア・カール博士はこう言います。 この時点でほぼ全ての欧米諸国が何らかの形でパスポートや受ける義務付けを導入しています。健康担当の大臣が何度もこんなことは起こらないと断言していた英国も例外ではありません。ヨーロッパのいくつかの国ではさらに事態が進むかもしれません。ギリシャでは1月から未接種の60歳以上の人に毎月100ユーロの罰金を課すことにしています。 自由の国と言われる米国でさえもパスポートや義務化の流れには逆らえません。ニューヨーク、カリフォルニア、バージニアといった大きな州をはじめ、いくつかの州で導入されている受けていない医療従事者は拒否した場合にはすでに解雇されています。パスポートや義務化の導入は先進国ならどこでもやっていることだと結論付けるかもしれない。しかしそれは真実ではありません。一つの大きな例外があります。日本です。 日本が先進国であることは誰も疑いません。日本はイギリス、アメリカ、カナダ、フランス、イタリア、ドイツと共にグループオブセブン、G7 のメンバーであります。そして世界第3位の経済規模を誇っています。日本は新幹線が数分も遅れず走るような技術先進国であります。では、日本はパスポートと義務についてどのようなスタンスでしょうか今のところ完全に自由です。そればかりか政府は受けていない人を差別してはならないと明確に国民に伝えています。 欧米諸国は未だ市民の自由を守る第一人者と主張しています。しかし、流行り病安全主義の時代には、その座は日本に移ったようです。日本は人権専門家の代表団を派遣して、個人の自由について欧米に教えることになるだろうと記事は締めくくっています。日本はこのままパスポートが一部のみで強制されなければですが、国民の権利を、人権を守ったと、後々歴史に残ることになります。今なら間に合いそうです。次に、 前回の動画で IMF 国際通貨基金と BISBIS 国際決済銀行世界銀行10カ国がサイバー攻撃による世界の金融システムの演習をしたとお伝えしましたが趣向が違いました正しくは世界の金融システムの崩壊の驚くべきシミュレーションの実施でした IMFBIS 世界銀行グローバルエリートと10カ国がです実は 世界経済フォーラム主催のシミュレーションも今年開催されていました。世界経済フォーラム WEF のクラウス・シュアブ博士も登場したサイバー上の流行り病の大流行をテーマにしたシミュレーションサイバーポリゴン2021が2021年7月9日に開催。サイバーポリゴンで起きたことあなたはそれを好きになれない。このサイバーポリゴンが行われて多くの人が心配し始めました。 それは一言で言えば過去のシミュレーションが結果的に現実のものになってしまったからです。デリック・ブローズさんは記事の中で世界はこれまでシミュレーションの少し後で実際に現実化している例を数多く経験してきたと指摘しています。例えば2019年10月18日ビルメリンダ・ゲイツ財団世界経済フォーラムによるイベント201が開催されました。ご存知の方も多いいと思いますが イベント201は、流行り病が地球に広まり接見した場合、世界がどのように反応するかをシミュレーションしたものでした。それから6ヶ月足らずで、世界に大混乱が起きたことは、記憶に新しいところです。結果的には公開上で公に方向性を議論し、そのようにシナリオが進みました。シュワブ博士は、サイバーポリゴン2021で、開会の挨拶を行い、サイバーセキュリティの欠如が、 世界中の社会にとって明確かつ直接的なな危機ととったと発表しています包括的なサイバー攻撃によって電力供給交通病院サービス我々の社会全体が混然に停止するという恐ろしいシナリオ我々は皆知っているがまだ十分に注意を払っていないとも警告していました一連の流行り病の危機は大規模なサイバー攻撃に比べれば小さな被害とみなされるだろうとも述べていました そして世界経済フォーラムが公開した動画の内容は人々を震え上がらせる内容でしたサイバー攻撃は私たちが流行り病の困難で経験したことの10倍も影響する可能性があるというものですビデオ内のナレーターは幸いなことに少なくとも今まではサイバー攻撃は流行り病のように私たちの健康に影響を与えることはありませんでしたと述べています少なくとも今まではです ビデオはさらに流行り病のようなサイバーの脅威の指数関数的な電波を止める唯一の方法は何百万もの脆弱なデバイスを切り離しインターネットからも完全に遮断することだと述べています完全遮断とはどのように実施されどのような効果があるのでしょうか一つの方法としてインターネットキルスイッチを使用することが考えられますインターネットキルスイッチは存在するだけではなく米国政府もアクセス可能です 理論的にはインターネットを遮断することができれば人口の大部分は切り離されることになります。つまりある地域で起こったことは他の地域の市民には全く認識されないということになります。 もちろん YouTube を通じて動画も見ることも遮断され、コメントもできなくなります。もしかしたら全てのインターネット上のニュースが一夜にして消え去り、テレビだけが放送されているような世界になってしまうかもしれません。そこまでシミュレーションされています。くしくもサイバーポリゴンの最終目標の一つは、主流のシナリオに反する全ての批判を黙らせるために、どうすればより徹底した仕事ができるかを見極めることでした。 全ての代替的な視点を封じることができれば真実の唯一の提供者になれることができる。全てののの代替的なな視点を封じるるるここととががででききれば真実の唯一の提供者になることができるグローバルエリートが望む情報だけ流れ世論を作ることのシミュレーションを兼ねていたともいえます。そして世界経済フォーラム WEF のメンバーのような世界で最も力のある人々が根本的な変化を望むとき戦争疫病 経済崩壊などの危機が都合よく発生しシステムのリセットが可能になるシミュレーションともいえますそして12月今回の世界の金融システムの崩壊のシミュレーションが実施されました参加したある関係者によるとハッカーは我々の10歩先を行っているという破滅的なシナリオが中心だったそうですこの金融地政学ゲームシミュレーションは機密データがダークウェブ上に流出し それがフェイクニュースとして社会全体に広まり、世界市場の崩壊とそれに伴う銀行の経営破綻に至るというシナリオです。破綻します。さらに、世界の為替システムを標的とした一連の破壊的なハッキングが想定されており、輸出入業者の取引にも支障をきたす。すなわち、貿易が止まり、輸入輸出が止まります。シミュレーションでは、約1週間半に及ぶ深刻な危機的状況が設定され、 銀行は混乱と破滅に歯止めをかけるため多数の通貨での緊急流動性支援を求める状態が描かれます参加者は銀行休業日債務返済猶予スワップレポ協定主要通貨からの協調離脱など危機に対応するための多国間政策について議論しました実際のサイバー攻撃の状況では各国政府はシミュレーションよりも迅速に行動を起こすだろうと述べていました行動を起こした後、 危機的状況からどの程度復旧するのか損失などは不明のままです現在の金融システムを維持するため債務バブルを増やし続けざるを得ない現状対 GDP 比で効果が薄れていき行き詰まってしまうもしくは新しい金融システムの準備が整い現在のシステムから移行するときに発動される可能性があります次に行きまして銀金銀は90.86プラス2.66% プラチナは3864プラス2.92%金は7259プラス0.92%金銀比価は79.02に低下米国長期金利は1.5%と若干上昇したものの安定の範囲です実質金利はマイナス0.97%ドルインデックスは96.07若干下がりました原油は三点七六に上昇 原油はすっかり戻し、金利も低いまま、ドルインデックスが低下しました。この環境で米国株式はしっかりと戻り、S&P は最高値をも更新しました。現状においては、金融システムを維持するため、債務を増やさざるを得ないため、債務バブルとなっており、その債務の土台の上にある株式も債務が増え続ける限り上昇します。テーパリングトークは別にして、 本当にいつしかは債務を増やすペースを減らす時が来ます。本物の量的緩和縮小、もしくは政府支出を増やすペースを落とした時、その時は現在の金融システムに支障が亀裂が入るとしたら、金融機関の資金繰りリスクや指導流動性リスクが上昇し、ドミノ倒しになる可能性があります。今回それが起きた場合、今年何度か動画にしてきました金融リセットに近い形になり、動揺が走ります。 先ほどのシミュレーションはこのような事態も想定している可能性があります。サイバー攻撃が起こり、金融リセットに入る想定のシミュレーションです。また同時に近い将来、現在の俯瞰通貨の信用が崩れた場合、新しい通貨が導入される移行期には、皆さんのお持ちの現物の品々、備蓄品、家庭菜園や自給自足の環境は、その時の生活を担保する保険となります。もしこの時が来てしまったら、 シミュレーションのようにインターネット遮断極限状態として国外においては戒厳令の敷かれる事態、軍隊の出動もあり得る事態も考えられます。債務バブルが歴史的なバブルであるため、今までにない歪みとなり持続不可能な状態になってしまいますと、現物の銀、金、プラチナ、ビットコインなど現物が急上昇してしまいます。 流行り病がシミュレーションされていて、数ヶ月でそれが現実化し、次は金融のシミュレーションの結果の現実化が起こるかもしれません。その兆候は現在はありません。あるのはユーロドルの先物の,の逆イールドの指標。2024年までには経済活動の縮小を示しています。まだ時間があります。以前からの繰り返しとなりますが、現物の銀や金を中央銀行のように準備し、 自身の中央銀行を形成すべき時が近づいています。これからも米国の長期金利など市場のシグナルを注視していきたいところであります。以上、今回はインフレが極まった時、急いでの買いだめは犯罪となってしまったトルコの例。オーストリアの現状、IMF、BIS、セギンなど主導する世界金融システムの崩壊のシミュレーション。 世界経済フォーラムのサイバーポリゴンのシミュレーションについてでした。最終のご判断は自己責任のもとでよろしくお願いします。今年も最後の最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。